カチャンネルのショーです。マルでーす。はい、今日はですね、満を持してとうとう我が家にやってきましたふるさと食堂今からここでちょっとお昼食べて、あとそうですね、震災以降のこっち表はそんな分かんないんですけど、裏とかが結構変わってるので、それをちょっと映そうかなと思います。ウルカチャンネル。じゃあですね、なんか出てきますあのとりあえず頼んどきましたんで、なんか出てきます。さあちょっと取ろうかな。結構いい匂いがしてきましたよ。いいですね。どうしようかな、こっちで撮るかな。こっち、なんかね、毎回ねカメラのね位置がね気になるというね。多分超箸であれしてない大丈夫あ、これで生姜焼き、ちゃんぽん、ありがとうございます。はい、じゃあ届きましたよ。よいしょ。なんだこれは、ちゃんぽんかと、生姜焼き、生姜焼きで、唐揚げ、唐揚げ。どれ食べる？勝ち？勝ち選び。勝ったもん選びでいきましょう。最初はグー、じゃんけんぽい。なる負けたよ。最初はグー、じゃんけんぽい。なあ、ウィシーどれからいく？いやー、全部。全部。唐揚げで。はい。じゃあね、どうしようかな。俺はじゃあちゃんぽんもらおうかな。じゃあ生姜焼きを。丸は生姜で。おい。いて。食べちゃってください。さあ、じゃあ俺もいただきますよ。いただきます。ゲーム実況と一緒よ。黙る食事中黙っちゃう。黙ってしまいなるけんね。俺も黙ってしまうしね。ウルカチャンネル。ここ家あったんですよ、こっち側に。今もうなんもない。ないっすね。ここに俺の宝がいっぱいあったんだけど。昔あれとも2階建てだったからね。そう、それが全部消えました。あ、すげえ。俺これ初めて見るよ、ここ。
ちょうど今この足場のこの白いやつ、これが2ヶ月ぐらい前にやっとできたぐらいかな。地震後なんですね。うん、まだ傷跡はね。ほら、もうそこちょっとなんか悲惨なもんよ。ブルーシート貼ったままの声だな。そうだけど、ここまだこれに崩れとったけどね。で、この間うちの親父が熊日に乗りまして、ここの前でそう、熊日っていうのはあのね、熊本の新聞、地方新聞ですね。はい、ご覧ください。地元の新聞に掲載されたと。なかなかね、ここ民宿なんやってたんですけどね、全然もう再建の目処が立ってなくて、どうしたもんかと思ってるんですけどね。もうちょっとなんか補助金とかのああいうのが少しでも変更点があってね、なってくれたらいいなとは思ってますけどね。デルッカチャンネル。はい。ああ、どうでしたか。一応お昼食べて最高でした。美味しかったですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。お腹いっぱいになりました。ということで、今回の動画はここまでです。チャンネル登録もよろしくお願いします。いいねを押してね。はい、俺にかかってこい。